どうも田代チカラです。どうも生理局小寺です。今日は埼玉栄高校で3年間コーチをしてもらったセルヒオさんにちょっといろいろ聞いてみようかなと。光峯岸とやった対談企画の第2弾です。まあ適当に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず選手としてというかアルゼンチンで、まあ、生まれ育ってサッカーの国じゃないですか、はい、そこでの選手生活ってかめちゃくちゃ若かったですよね、トップに上がったの。そうですね、私たちの家族は4人兄弟なんで、4人ともサッカーやってて、4人ともプロサッカー選手目立ってたんだけど、結局2人しかなれなかった、うん、まあ、僕とジーナのピッチプロサッカー選手になってたわけ。チャカリタジュニアというチームで、うん、まあ、ジュニアから9歳から入ってて、ヒューズの16歳までいて、16歳トップチームで上げてもらって、17歳の時はプロサッカー選手になってた。あっちではね、大体そんな感じで、うん、可能性がある人は17、18歳はトップチームで上がれる、プロサッカー選手になるかどうか、ダメの時はまたユースで戻ってくるとか、ね、うん、そうですよね。だってユースカテゴリーが多分23歳になる年、じゃあ21歳か、21歳までにはユースみたいな形、ね、サテライトみたいな形で全然で上がって、ダメでもまた成長できるように下に戻れるってことですね、はいはい、チャカリタで何歳まで、チャカリタでは17歳から24歳までだったんだけど、ただ途中でボリビア、ストロンゲスト、ボリビアの一部のディストロンゲでコパ・リベルタドーレで参加しました。いやーすごい、南米最高峰の。そう、その時の成績はグループ戦ではまあ突破して、うん、それベスト16、ベスト16で負けてしまったんだけど、うん、いやでもすごいっすよ。いやいやいや、それは南米のサッカー選手がみんな憧れる大会じゃないですか。そうですね。で、チャカリタ、まあ、途中レンタルで、そうですね、レンタルで行って、ストロングスト行って戻ってきた。まあその前に二十歳の時はアルゼンチンのユース代表2年間でが予定だったんだけど、ちょうど、1983年、82年はスペイン大会があって、うん、そのトップ代表とユー代表何回も練習試合やったりとか、うん、マラドーナと、うん、まあ、対戦相手やったり、ラモン・ディアとか、まあ、カルデロンとか、シモンとか、いろいろ有名な選手、ケンペスとか、練習一緒にやってた、うん、いや、今普通に言ってますけど、スペイン大会トップ代表行く前に、今はマラドーナでやってるヒナシア・グリマ・ラ・プラタのスタジアム、ね、トップ代表の A チームと B チームをやってた、うん、ただスペイン大会の時は行く人23人、25人しかいなかった。その中では3、4人で怪我してたから、 A チームと B チームでやってた、うん、紅白戦みたいな形はお金で集めてて、それはアルゼンチンの、まあ、眩しいの人たちのためにでやってた、チャリティーの、そう、チャリティー。僕は B チームで入ってた、うん、ベンチがいたんだけど、うん、B チームのところはメノティ監督は全部その個体で決めてたわけ、うん、だから僕は、まあ、あの B チームのシャツは着てて、 U 代表は5人でいてたから、うん、最初の3人は出て、スクデロちょっと準備して、あ、わかりました、僕準備、いえ、そのところじゃない、A チームのところ、A チームのところ出て、満員だったから、交代する人は誰ですか、マラドーナと。マラドーナ出て、僕を書いてた。みんな握手しました。すごい。そう、みんな僕の家族とか友達は、マラドーナじゃなくて俺に握手しました。ラモンディアと一緒にプレイヤーで来てたし、うん、面白かったね、面白かった。うん、それ僕はなんかライドとして思い出はね。いやー、いいっすね、いいっすね。まあ、チャカリタで24までプレーして、はい、その後スペイン、ね。そうですね。スペインで行けませんかと言われて、グラナダ、今一部のグラナダ FC、その時は2部だったんだけど、2年間で契約で決めて行きました。どうだったんですか、まあ、スペインはモデンな格好とか、サッカー選手は髪の毛長くて、袖なしの T シャツとかサンダルと置いてて、自分のスパイクはここにね、ここで持ってて、それしかなかった。スペインで行って、2部のチームだったんだけど、うん、みん
みんなすごいわ、車乗ってて、みんな素晴らしい格好、あのネクタイよ、ネクタイ、うん、何人かね、選手たちネクタイで、背びるでネクタイで行って、まあ、素晴らしい格好で、髪の毛短く、ひげ剃ってたし、あれってエレガント僕ら見たら、この人どこから来てるみたいな形と思われて田舎もんだと思われて、そう、田舎も僕はそれ分かってたから、まあ2日経ったら床屋のところ行って、髪の毛短くして、まあ、ジーパンとか抜けて行ってたんだけど、アルゼンチンももちろんサッカーの国で、まあ、アルゼンチンのスタイルがあったけど、スペインに行ったらスペインのやっぱりサッカーのスタイルというか、そのサッカー選手のスタイル、そうですね、サッカー選手のスタイルとか練習のやり方とか、同じスペイン語なのに、この人たち どんな言葉を使ってるとか全然わからなかった。まあ訛りがあるからね、アルゼンチンのスペイン語で語ってるとスペインで語ってる、あのスペイン語は全然違いますね。例えば僕らはその後はカニゼラと思ったら全然違う、エスピニゼラと言ったりとかね、全然まあ違う言葉を使って、ウィブスのところでアルゼンチンでペチェラと言うと、あっちは違う言葉を使ったりとかね、それ慣れるまで1ヶ月ぐらいかかって、サッカーとしてまあやっぱり早いですね。試合やる前に芝生は濡れる、濡れる、早いし、防寒施設結構使うし、サッカーは違うんだけど、ただ技術とかパスとかシュートとかそれは全然同じのことだ、うん、激しかったね、激しい、アルゼンチンよりアルゼンチンより激しいアルゼンチンもちろん激しいんだけど、スペインはスライディングが多いですね、濡れてるところでスライディングが多いなんで、接触はところが多かったですね。僕それ大好き、激しいプレー、激しいプレーで大好きのサッカーで行ってきて、とても良かったです、その時、あれ結婚っていつしたんですか？そう、僕はアルゼンチン義務教育は7年間、12歳まで、でそこからアルゼンチンの高校で始まるわけ、中学校がない、だから5年間、合わせては同じですね、まあ、高校卒業まで12年間、全く同じだけど、高校3年生の時はうちの今の奥さんね、高校1年生、そこから知り合って、4年間付き合って、僕ら2人とも卒業した時には結婚しました。結婚してからボリビアの契約で決まりました。まあ、僕も知ってますけど、パオラ、そうです、ね、長女が最初に。1985年は娘で生まれて、スペインで僕ちょうどいた時に、息子は、セルは1988年で生まれた。息子さんは今京都で活躍しているセルヒオって今漢字ですもんね。セルヒオって漢字で、セルヒオ・エスクデロのお父さんです。でそこからじゃあスペイン終わってアルゼンチンに、アルゼンチン帰って2部のチームアトランタというチームで1年間、アトランタ1年間で行ってから、ピチ、うちのお兄ちゃんは日本に来ましたので、ピチの2年目、アトランタちょうど契約終わった時に、お兄さんの紹介で僕、今の浦和レッズの向かって三菱指導者のところで1年契約で決まりました。はい、聞いてるだけでもだいぶ面白くて、僕が知らない話とかもあったんですごい面白かったんですけど、とりあえずじゃあそれが今何歳ですか、アトランタが終わった時。アトランタ終わった時に27歳ですね。27歳。それ28歳の時は日本に来ました。ちょうどだから半分ぐらいですよね。言ったら人生の今。そうだよね。ちょうど半分。今55歳ですよね。ちょうど半分ぐらい。だから今、はい、日本と、まあ、言ったら日本に来るまで半分半分ぐらいだと思うんですけど、そこまでの話を聞いたところで一回これでじゃあ。はい。わかりました。カットで、はい、ここで終わりにします。はい。なので、続きの動画楽しみにしてください。じゃあねー。